こんにちは。マフリーズボロ山本まりです。8月7日より立秋に入ります。暦上は秋に入るということですが、まだ夏の天気が続きそうですえ。今年は世界中で猛暑となっております。秋が待ち遠しいですね。えではお知らせに入ります。 7月最後の週に学用品、衣類そしてコンピューターの消費税免除が行われていましたが8月1日より食品及び食材の消費税免除が10月末,末日までの3か月間で行われます。 え消費者免除となる食品は梱包されているまたは原型をとどめており調理されておらずその場で食べられるものとして売られていないもの、えー、簡単に言ってしまうとこれからちょ食,事をする食事を調理するのに必要となる食材全般を指します、えー、ただし消費者が購入後に調理する必要があるもので、えー、例えば販売者がカット再包装または殺菌しただけの、えー、生鮮食品は調理済みとは見なされませんので、えー 消費税消費税免除の対象となりますアルコール飲料タバコキャンディーサプリメントなどの栄養補助食品は対象外となります8月ま8月から始まっている食品の消費税免除賞味期限の長い日本の調味料などを買い揃えようと思っております皆様もぜひご利用ください次のお知らせです 今年の夏は例年よりも雨が多いことがありテネシー州省務保険保険局や緊急事態管理局などの州政府機関は住民に対し普段から洪水の対策を備えるようにと呼びかけていますテネシー州では毎年洪水が発生し多くの場合家屋が破損し数ヶ月から数年にわたり避難生活を余儀なくされています通常洪水による損害は一般的な住宅保険 や賃貸保険ではカバーされておらず修理などは全額自己負担を強いられることになります。 気象学者は全米で8月、9月、10月の降水量が平均を上回ると予想されておりテネシー州でも今後数か月は平均を上回る降水量に見舞われる可能性があると予想されていますまた洪水で、洪水はアメリカで最も一般的な自然災害と言われておりこれまでにテネシー州のすべての地域で洪水が発生したことがあります。 州の対策災害対策専門家はテネシー州民が災害やその余波に直面したときに復興力を高めるには備えが重要であるまたこの復興力とは洪水のような危険や脅威を理解すること災害警報を受け取る複数の方法を持つこと緊急時の避難計画と備蓄を持つことそして緊急事態時に自分や愛する人の安全を守ることができるように経済的な蓄えをすることであると述べ ています秋にかけて雨の日が多いようです洪水による被害を最小限に抑えるための対策をお勧めします。次のお知らせです。 非営利団体クライメートセントラルが発表しました新しい研究によると夏,にあ夏が長くなるにつれて蚊の季節も長くなっていることが分かりました1979年から2022年までの調査を調査した結果期間中に最も蚊の影響を受けたのは南アメリカ南東部となっており1年の60%が蚊のいる日とされていました 専門家曰く蚊の季節が長くなったのは気温の上昇のせいとのことです春がは少し早く始まり夏が少し遅くなるため夏の終わりが少し遅くなるため蚊が活発に 活動できる日が増えそれにより蚊の個体数が増え成長する時間も増えるとのことです温室効果ガスの蓄積により都内の群内の多くの地域で気温が上昇しているのですが逆に暖かすぎたり乾燥しすぎたりすると蚊は生き残れず蚊の数が減るということですただし人を刺しやすい種類の蚊はこれらの環境に適,適応しているので特に都市部や郊外に住む住民は季節によって増加する 蚊にによるる健康リスクに注意すすべきととのことですまた、住宅地での幼虫の生育生育域を減らすことで蚊の発生率を減らすことができるのでなるべく排水溝や植木鉢の受け皿など家の周りでの水たまりを減らすようにと注意を呼びかけています次のお知らせです。 7月20日に開かれたマーフリーズボロの市議会でブラックマンパークの計画と設計に関するマスタープランタスクオーダー業務を承認することが議決され8 4 5センチ角のベテランズパークウェイ沿いの土地に新しく公園を作ることになりましたこの土地は1月にマーフリーズボロ市がミドルテネシー・エレクトリック社との間でマーフリーズボロ西部に計画されている公園を含むベテランズパークウェイ沿いの土地 を交換した場所です町ではブラックマンパークの公園建設すべてにかかる費用を総額800万ドルと設定していますまた公園を作るためにこの土地の区画もすでに変更されたということです お知らせは以上です、えー。暑い日が続いております。アメリカでは毎年600名以上が熱中症などにより、えー、死亡しておりますが、今年はもっと多いのではないかと予想されております、えー。嵐が通り過ぎ、雨が降る日もあるのですが、相変わらず暑い日が続いております。どうぞご注意ください。えー、では失礼いたします。こんにちは。マ、ま、ー、あ、フリーズボロ山本まりでした。ごきげんよう。